乃木坂46梅澤美波美しくありたい発売記念スペシャル。わーい、皆さんどうもどうもこんばんは、梅澤美波です。やっほー、見えてますか。さあさあ、本日ちょっとショールーム、私の書籍の発売日ということでショールーム配信をしております。皆さん結構な1時間前ぐらいからコメントしてくださってたの見てました。ありがとうございます。嬉しい、みんな早い。こんばんは、こんばんは、どうも皆さんお元気ですか。明けましておめでとうございます。やっほー、こんばんは。さあさあ、この番組はですね、私乃木坂46梅澤美波の著作、こちらですね、美しくありたいが本日発売されたということで、それを記念いたしまして配信することになりました。このね、本のお話を今日はいろいろしていけたらなと思っておりますので、皆様ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。みんなもうゲットしてくれてるのかな。昨日ね、書店に並んでるところもあったみたいなんですよ。だからどう、みんなもうよ、全部読んだ方はまだいないかな、さすがに結構分厚めなので。私はもうどんぐらいだろう、 1,2 週間前ぐらいにこう現物をいただきまして、お家に早速飾っております。なんか感慨深いです。さあちょっとまずハッシュタグをね決めようかなと思いまして、まあこの皆さんが番組の感想を X で投稿するようなハッシュタグをね決めたいなと思います。目指せトレンド入りということで、何がいいと思います。事前に考えようと思ったんだけど、なんかみんなと一緒に考えるのもあるかなと思って。何がいいかな、美しくありたいだから、なんかちょっともじってかな、いいかなと思ったんだけど、どうですか。美しくあろうよとか、なんか美しくありますとか、どうですか。美しくリアタイ、うわっ、うまっ、美しくリアタイ、すごいね、それにしようか。どう、いい、すごい、美しく美しくあつって書いて美しくありたい。みんなすごいセンスがあります。早いな、美しい、美しくリアタイ、美しくリアタイ、やっぱ良くない、どう、美しく親父ギャグですかとか言って、梅になりたいとか、ありがとうね、そんなこと言ってくれて、美しく梅、まあありがとう、みんな素敵、美しい、それでいいかな、美しくリアタイにしよっか。リアタイってカタカナでもいいのかな、カタカナでいけそう、美しくカタカナでいい、なんかやりにくいとかあります、大丈夫。じゃあ美しくリアタイ、うわーすごい、もう一発で決まっちゃったよ。どう、いいかな、カタカナ大丈夫、あ、ありがとうございます。じゃあハッシュタグはこちら、美しくリアタイ面白いね、ちょっとこれでいきましょう。意味わかんないとか言っていや、だってリアタイってさ、リアルタイムで見てるよってことでしょ。だから美しいを、美しくありたいをこうリアタイ見るっていうことで、どうですか。こちらで皆さんぜひ X たくさんつぶやいてください。みんなで共有していきましょう。私も配信終わったらちょっと覗きに行きますね。さあそんな感じで決まりました。なんかコメントいくつかさ来てたんですけど、今流してる BGM は乃木坂のメンバーが誕生日の時にそのメンバーが選んだプレイリスト、10曲選んだプレイリストを公開してるんですけど、その私誕生日が1月6日だったので、その時にこう自分が選んだプレイリストを流していただいてます。そうなので1曲目流れたりしてます。聞いてくれたかな、そんな感じです。はい、さあそしてですね、このショールームのをご覧の皆様のためにサプライズプレゼントを用意いたしました。画面のですねカートボタンあると思うんですけど、ショッピングボタンかな、そこを押してショップルームにてこの本を購入していただくと、特典といたしまして、こちらの限定ポストカードをプレゼントいたします。じゃん、このね特典は今回のね配信のみですので、
皆様ぜひ今日の23時までですね購入できるみたいなので、こちらでぜひゲットしてみてください。この絵柄もね、私が選びましたポストカード、この普通にこのね、あの書籍買っていただくと3パターンのポストカードがついてくるんですよ。ランダムで3パターンの中から1枚で、そのセブンレッドさんとか楽天さんとか HMV さんとかによってまたポストカードが違う絵柄があったりとかするんですけど、このショールームさんの特典ではこちらの絵柄ということです。これ全部ポストカード、私が選びました。写真もこれはシンクロニシティ衣装の写真になります。これもね、なんか衣装もその乃木坂の全衣装の中で一つ選んでいいよってことで、このね書籍の中身にもシンクロニシティの衣装のお写真入ってるんですけど、選んでいいよって言っていただいて考えてこのシンクロニシティの衣装にしました。まあいろいろ乃木坂の衣装の中でも思い出深いものすごくたくさんあるけど、やっぱり自分の中ですごくシンクロニシティっていう曲すごくねターニングポイントになった一つかなと思って選びました。そう、もちろんいろんな思いがあるけどね。そう、これ私初めて、そう、代打でねテレビ番組に出演させていただいたのもシンクロニシティだったりとか、もちろん白石さんのリスペクトっていうのもありますし、この書籍の中にもいろいろその時期のこととかも書いてあるのでこれにしました。さあということで、はい、これこのポストカード実はですね、ショールーム限定特典なんですけど、こちらになんとまたダブルサプライズということで、こちらもサプライズがございます。なんと私が手書きで書いた年賀状風スタンプをこのショールームさんのために作っちゃいました。これをねポストカードのこれ今ここにあるんですけど、ここの裏側に押してお届けしたいなと思います。なのでちょっと絵柄今押してみますね。ダブルサプライズ、これ私が去年の年末ぐらいに書いて作ったスタンプ、これをこのショールームさん限定のポストカードに押してお届け。じゃん、絵柄こちらです。どう、結構可愛くないですか。これは今年の私絵あんま上手くないんだけど、今年の干支のタツ年じゃないですか。だからタツを書いて、来ましたおめでとうございます、いつもありがとうと皆さんへの感謝を込めて書いてあります。このねポストカードの裏にこちらのハンコを押して皆様にお届けしたいなと思います。どうですか、鹿じゃないのとか言って、違います、トナカイでもありません、猫でもない、トナカイやんとか言って、ヤギみたいとか言って、タツにしか見えない、ありがとう、優しいね。そう、難しいのよ。どうですか、これをねここで本日の23時までね、かな23時までにご購入いただいた方にショールーム限定ポストカードにこちらのハンコを押してお届けということで、ぜひねショッピングカートから皆様ぜひ購入してみてください。届くの待っててください。さあそんな感じでちょっと本について話していこうかなと思います。こちら本日発売になりました。いつ発表されたんだろう、1ヶ月前ぐらいかな、私の書籍が発売になりますって出たのが。これ私が5年間日経エンターテインメントさんにて連載を務めさせていただいてたんですけど、それをこう連載5年間まとめたものがババッと入っております。もうほんと5年前だから、加入してすぐぐらいの時期かな、から連載を務めさせていただきまして、もう本当にその時はまだ取材を受けること自体にも全然慣れてなかったから、連載っていうものがものすごく大きかったし嬉しかったですね当時は。でもあんまりその喋ることがうまくもないから大丈夫かなってすごくね思ってたのだけど、2018年の5月号から
やらせていただいてるのでもう何年前 ?7 年前とかになっちゃうのか。もうだって加入して本当 1年ぐらいの時からかな、生駒さんからね連載をバトンタッチ受けましてやらせていただいてたんですけど、1ヶ月に1回こう取材という形でこうライターの方がこう書き起こしてくださってっていうのをやってて、まあ、毎月ねチェックしてくださった方ももちろんいたと思うんですけど、それが全て収まってるので当時からの私の活動履歴みたいなものもここで知れるかなと思います。でも私も読み返してみてなんかやっぱりね考え方とかその言葉選びとかもなんか幼かったなって思います。拙い言葉たちだったなって。今はもうみんなはどうなんだろう、私にどういうイメージを持ってるのかわからないけど、なんかみんなすごいコメントでも圧が強いとかなんか言ってくるし、まあ、割とこうなんか強くなったのかなと思うんですけど、でも当時はまだまだなんか 弱かったなって思う、今改めて自分で読むと。だからすごい恥ずかしいです。もう2018年の連載からこう連載いつまでやらせていただいたんだっけな、2018年から2022年、いや2023年か、2022年の12月号までやらせていただいてたから、本当5年間の成長がババーっとここでね分かるので、自分的にはすごい恥ずかしかったです。顔まん丸だったなとか言って当時はね幼くて、そうだからすごく面白いかもしれない。最近私を好きになってくださった方とかはよりあこんな時期もあったんだなって思うだろうし、その時に撮った制服の写真とか毎月私その時のその取材内容に合わせて写真も送ってたんですけど、それも載ってたりするので結構新鮮かもしれないです。でその5年の間の連載だけじゃなくって新規取材記事、その新しく今取材していただいて話した内容とかも載ってるので、そのキャプテンになった心境とかいろいろ載ってます。個人活動の話だったりとかいろいろお話ししました、隠さずそう読んでくださった方は分かると思うんですけど、恥ずかしいよね、なんか難しいなって思う。だって連載の時とかもやっぱ毎月お話しするにあたっていろいろこう1ヶ月の活動を振り返ってお話しするわけだから、なんか例えば大きいライブがあった時とか選抜発表があった後とかに話した時はなんかすごい泣きながら話したこともあった、すごい覚えてる。一回シングアウトの時の選抜発表かな、その時にこう同期の坂口珠美がかけてくれた言葉でこうすごいね忘れられなかったグッとする場面があって、それをお話しした時とかのことをお話しした時に泣きながら話したなとか覚えてます。そうそんな感じ、いろいろ詰まっております。そしてですねこの連載の連載じゃない書籍のためにこの表紙だったりとか中面に載ってるこの取り下ろしカットがたくさんあるんですけど、それものカットも去年の年末ぐらいに撮っていただきました。この表紙の衣装、私服衣装とあとは裏面、裏表紙のこの衣装全部これも私が私服衣装を選びました。カメラマンさんとかスタイリストさんとかもその要望を聞いてくださって、ファースト写真集と同じカメラマンさんに撮っていただいたりとか、すごくこだわってます。実はこの本の触り心地もわがまま聞いてくださって、ちょっとこうサラサラとした、私の写真集持ってくださってる方だったら分かると思うんですけど、私の写真集と同じ触り心地、ちょっと読んでてこう温かみのあるというか、私はこの質感が好きなのでそれにこだわって作らせていただきました。どうでしょうか、私服のセンスありますか。これもねセットアップなんですけど中にね全身も載ってたりします。割となんか
大人になったなって思うと思う。私服衣装のこの表紙カットとかは特に大人っぽく、これだね、こう前髪もバーって下ろして、まあ、今の私のイメージに近い感じで撮っていただきました。この裏面のカットはポニーテールしておでこ出して、まあ、ちょっと幼さも見えるというか、そういう感じで撮っていただきました。かなりお気に入り。この中の写真も私がね全てチェックして、なんかこの写真はこの写真と入れ替えてくださいとか、ここはこっちがいいですとか、全部本当に全部聞いてくださったから、もう納得のいく仕上がり。まあ何枚かそのポストカードの絵柄として公開もされてるし、見てくださった方とかは分かると思うんだけど、そうどうでしょうか。そしてなんといってもこの秋元先生がつけてくださったタイトル、美しくありたい、すごくいいタイトルじゃない？どうですか？これも写真集の時ももちろんそうだったんですけど、秋元先生がいくつかねこう候補を出してくださって、私がその中から選んで決めました。美しくありたい、まあ本当に常日頃思ってることだけど、すごくこうこのお仕事させていただくにあたって大事なことかなと思って、で今のまあ自分にもまあまだなんていうのなんかもうもちろん通過点みたいな感じじゃないですか、乃木坂の活動としても。だからこれを唱えてなんかいけたらいいなと思って書きました。まあ美しいっていう字がそもそも自分の名前、みなみって両親がつけてくれた名前にある通り、それはすごく心に置いて生きていきたいなって思ってるから、それを書きました。それにしました。美しくありたい、これも私の手書き。どうですか？手書きもね何回も書きました。この美しくありたい、一枚の紙にわーって何度も書いて選びました。この色とかもね、これ表紙はネイビーなのかな、この色真っ黒じゃないんですよ。この表紙の雰囲気に合わせてちょっと柔らかくネイビーの色で印刷していただいて、この文字書いた時確かなんか周りに楓とか依田とかがいて、何書いてんのって言われてた気がする。懐かしい。もうこんな感じです。で帯コメントも秋元先生からいただいて、なんか定例恥ずかしいですけど、これも公開されてたけど、なんか恥ずかしいから読めないけど自分で読んでとか書いてある。そうだよね、読んだ方がいいよね。秋元先生からの帯コメント、梅澤美波は美学の人である、そのストイックな生き方は潔い、表紙だけでなく人生を美しく過ごしたいと思っているのだろう、というコメントをいただきました。嬉しい。もう本当になんかそれずに生きていかなきゃなって思います。ありがたいよね。そう、全然そんなストイックでも何でもないんですけど、そんな感じ。後ろのね帯コメントも私のコメントが後ろに載ってるんですけど、これもこの書籍を発売するにあたって私が考えました。これはまあ中面のそのなんて言うんだろう、連載とか自分が新しく取材していただいた内容から引き抜いてここにこう帯コメントとして載せるっていう手もあったんですけど、なんか自分が書いてちゃんと載せるのがいいかなと思ってこの帯コメントも書きました。この文章もすごく気に入ってるというか、なんかすごくこの本に合ってるなって思います。そう、本当にね読んでください裏コメも読みますか。私のコメントとして書いたのが、激動の日も静寂した日もどれもかけがえのない瞬間でした、かっこつけていない私の乃木坂人生の通過点です、と書きました。もう本当この本に対する思いというか、それを書きました。本当に激動の日々だったから、この
本の5年間は、まあ、激動の日もあったし、もちろんこうなんか心穏やかに過ごせてた日もあったから、でも本当にこうカッコつける余裕もないぐらいな日々だったので、それも全部思いを込めて書きました。集大成じゃなくて通過点がかっこいい。そうなんですよ、これは私の集大成っていうわけではない、本当に通過点の一冊だから、まだまだこれから私の乃木坂人生はあるということで、まあ終える時に集大成と言えるものがまたできたらいいのかなと思って通過点と書きました。どうですか、いろいろバーって話してきたけど、そう本当に偉大な先輩方に囲まれて活動してきた5年だったから、そうなのよ楽しみだ、愛が伝わってきます、ありがとうございます、嬉しいです。みんなもうゲットしてくれてるのかな、ポストカードもこの私服衣装と、私服衣装2パターンとシンクロニシティの衣装の全部で3パターンかな、ランダムでついてくるんだけど、みんな何がついてきたんだろう、なんか飾ってもらえたらいいなと思って選びました。こういうのもそうだけど、なんか部屋の一角に置いててもちょっとこうおしゃれに見える質感というか、そういうものもがいいのかなと思って選んだので、飾ってください、みんな予約しました、ありがとうございます、飾る、ありがとう、たった今買いました、ありがとうございます。はい、ぜひこのなんか書籍について質問とか気になることとかあったら、全パターン欲しい、ありがとう、蔦屋書店売り切りでした、本当に、注文したよ、ありがとう、インテリア梅沢さんだもんねとか言って、でもさ、私自分で飾るのすごい恥ずかしいからリビングに置けなくてさ、こう寝室とかにこう置いて、寝室も恥ずかしいんだけど、買ったようだって、ありがとう、見てくれた後輩はいる、どうなんだろう、でもそう、私の誕生日の日にアーヤがトークで、そのトークアプリでなんか梅沢さんの本も楽しみなんだみたいなのを送ってくれてたらしくて、それをマネージャーさんが教えてくれて、あーや読んでくれたらいいなって思うどうなんだろう、そう、あ、そう、あのね、この書籍の中にメンバーからのコメントも収録されていまして、私その原稿チェックの時まで知らなかったんだけど、その原稿チェックで送られてきてさ、こう見てたらさ、メンバーからのコメントみたいなあって、そのコメントくれたのが佐藤楓、同期の佐藤楓、もうめちゃめちゃプライベートでも仲いい楓と、あと5期生の一ノ瀬美久と、あと井上凪から私へのこうメッセージというかコメントをねいただいてて、でコメントって言ってももう 梅さんへ何々何々とかじゃないの、もうちゃんと文章なの、もう一人数ページあるの、もう私感動しちゃってさ、初めて読んだ時結構涙出ちゃった、すごく嬉しかった、何も言ってくれないんだもん、知らなくて本当に読むまで、だってなんで一人本当に3ページぐらいあるんじゃないかな、嬉しかった、読んでください、そんなことあるの、本当だよね、サプライズだったよ、びっくりしちゃった、さすがキャプテンとか言って、そんなことない全部買ったよ、ありがとう、嬉しい、そう、みーきゅん、みーきゅんはなんかたまに、まあ座体も受け継いでもらったっていうのもあって、もっといじってくれるようになったらいいなって思います、嬉しい、どうですか、そんな感じ、この改めてですが、このショールームさんの特典ポストカードこちらです、ぜひカートボタンからご購入ください、私の手書きスタンプも押してお届けします、じゃん、こんな感じです。さあちょっとお時間ももう少しあるし、フリートークでもしますか、なんかみんな質問とかあったらぜひ何でも喋りますよ。でもあれだね、昨日発表されたんですけど、12th birthday year live も
発表されました。3月7、8、9、10、4日間。キャー大変だよ。バセロナの意気込みとか言ってそうなるよね。そう、でもまだまださ、何にも決まってないから、その今までの活動、まあデイワンだったらシングル何枚目までとかっていうのは決まってるけど、何の曲やるとかも本当に何も決まってないからどうなるかわからない。でもすごく過酷になると思う。そのもちろん本番は楽しいと思うけど、それまでの準備期間とかバースデーライブは本当にとっても大変なことでもあるので、でもすごく楽しみです。どんな感じになるのか、当たればいいなってね。皆さんぜひ来てみてください。どんな感じになるかね。だって去年のバスラの総発売も2月に昨日発表になったけど、もう去年のこととかほぼ覚えてるんだけど、私自撮りとか1枚もなくて、そのイレブンスイヤーバースデーライブの5日間あれやったじゃないですか。で初日が全体で鬼滅ライブで真夏さんの卒コンってあったけど、本当に写真撮ってなかった。もうバッタバタしてたんだと思う、気持ちも体も。で当時そのバースデーライブが舞台が重なってたんだよね。舞台キングダムが重なってて、東京公演終えて数日後に本番だったから、もう気持ち的にねバタバタだった。そうなの。だからその時のこととかも書いてあります。割と気持ちが一番揺らいだ時期だったので。呼び捨てしてないよ。何、誰を、真夏さん、真夏さんって早く言っちゃったからかな。真夏さんね、お誕生日に連絡くれて近々会おうよって話しました。そう、あの真夏さんのそのバースデーライブ、真夏さんの卒コンの映像、私あんまりまだね見返せてないから、この DVD ブルーレイの発売でなんか誰かと一緒に見たいなって感じ。一人じゃ見れないよね、あれ結構感動しちゃうよね。格付けチェックだって。格付けチェック見てくれてありがとうございました。1月7日に放送されたんですけど、読んでくださった方いるかな。めっちゃ格付けってご飯来る。そう、去年も出させていただいたんですよ。去年は与田と山下と久保と私の4人で、今年は私と与田とカッキーとナギの4人で出させていただいて、すごく本当に私この番組の大ファンなの。本当にね、もう何年も前から家族で見てて、で家族でファンだから、その番組ので、弟がさ、まだちっちゃい時にさ、真似してやろうよとか言って自分たちで食材買ってきて、なんか一人がこう口に入れる役割して、目隠しして部屋2つに分かれて入るみたいなことやってたぐらい本当にすごく好きな番組なので、去年ね私すごくいい成績を残したのよ。もうほぼ全問正解みたいな。あの乃木坂4人で参加してるから、だいたい2人でチャレンジするんだけど、意見が割れてもなんとかこう私が正解してたのよ。で去年は与田が調子良くなくて、その正解率が悪くて、で今年は、去年私すごい調子良かったから、今年ももう大丈夫だ、自分を信じてやろうと思ってさ、でマネージャーさんたちもさ、梅は大丈夫でしょみたいな、梅信じてけば大丈夫だよとか言ってくれてさ、私もすごいもうよし行くぞってなるじゃん。したらもうほんと全問不正解って自分で、もうあの格付けチェックの収録もすごい長時間やってて、何回かこう休憩があるんだけど、もう休憩のたび落ち込んでさ、でも私本当にダメかもしれないですとか言ってマネージャーさんに。でも与田がめちゃめちゃ冴えてたから、もう与田のおかげでなんとかそっくりさんとして残れたって感じだった。もう本当に、でもみんなその何、その味覚チェックみたいのでさ、カツオと、あ、なんかカツオを当てる、ん？マグロ漬けを当てるみたいなやつで、で絶対あかん食材でカツオがあったの。カツオはもう絶対間違えないでしょみたいな感じで、でもみんな漬けだよ、漬けのカツオと漬けのマグロってみんな逆にできんのって感じ。本当にめっちゃバカにされる。本当に知り合いとかからも、その友達とか親戚からもめっちゃ連絡来て、もうカツオとマグロ間違えるなんて本当何やってんのみたいな感じでいじられるんだけど、
本当に漬けだったら結構わかんないからやってみてほしい。さすがにそれはできるとか、いや本当に美味しかったんだもんだって全部もう悔しい、本当に悔しい、結構引きずったよ。そう、漬けはむずいでしょ。でもそのナギもさ、ナギもしれーっと結構間違っててさ、カッキーがなんか結構引っ張ってた感じだったんだけど、なんかその収録前のメイク部屋ではなんか梅とナギはいけそうだよねみたいなそのマネージャーさんたちがなんかなんとなく自分たちもなんかいや確かにナギはいけそうだよね、カッキーなんか結構なんかポンコツなとこ出しそうみたいなこと言ってたら本当に真逆だった。もうかき回しちゃったのとすいませんでした。でもどうなんだろう、みんな音とかではできるじゃない、そのどっちがプロの音楽家さんが弾いてるでしょうみたいな、みんなどんな感じなのできるのかな。そう、社交ダンスのパートでたまみがサプライズというかで、そのお面かぶってさ踊ってて全く気づかなくて、めっちゃめちゃ練習してくれてたみたい。そう、本当ありがたいよね。そんな感じでした。格付けチェックはみんな見てくれてありがとうございました。音楽とダンス分かっただって、本当に絶対まぐれだってでも本当にどちらも本当に上手なの、素晴らしいの。 そんな感じです。格付けチェック、みんななんか質問あれば、本のことでも私生活のことでも、だってもう1月の中旬だもんね、あっという間だよね。浜田さんのチャーハンめっちゃ美味しかった。そう、私生活でも何でもコメント。お誕生日どうでしたか、だってお誕生日は地元の親友と会いました、当日に。そう、久しぶりに、あの半年ぶりぐらいかな、地元の一番仲いい今でも親友がお祝いしてくれて、ずっと私の家でひたすら喋ってたかな。もうなんか仲良すぎると何するとかじゃないんだよね、もうずっと喋ってる、特に特別なこともせずにどこにも行かずに。そう、そんな感じです。お正月休みは充実してましたよ、家族とももちろん会いましたし、そう、軽井沢旅行昨日行ったって話したんですけど、楓と行きました。楓と軽井沢行って旅行、すごくいい、なんか年始だし頑張ろうの会しよっかって言って行きました。雪が降っててさ、びっくりしちゃった。そう、ユニットの話、あ、最新曲のね、助手席をずっと開けていた、そう、モノポリに収録されてる曲ですけど、聴いてくれたかな、好きだって、ありがとう、嬉しい。さくちゃんとご飯は、だって行きます、今月誘うつもりです。そう、さくも誕生日連絡くれてね、ご飯実現したらいいなって言ってくれてたから誘います、楽しみ。お餅食べた？お餅私食べてないや、お父さんとお姉ちゃんと弟が食べてたので私が焼いてあげました。だからお家に余ってるけど食べないんだよね。京都のリアルミーグリ行きます、ありがとうございます。その時にでもいろいろ感想を教えてください、なんか本のこととか。どうなんだろう、まだ本発売してもちろんだけど、今日発売だから実際にファンの方の声ってね、まだこれからどんどん届けてくれるのかなと思うけど、どんな感じなんだろう、みんな読んで嬉しい。あ、そっか、みんな全国共通テストがもうすぐあるのね、頑張ってね、本当に頑張って、それ終わったらゆっくり読んでそれまでは飾って置いといて、私が応援してると思って。あ、もう一度ハッシュタグを、だって了解、じゃん、美しくリアタイ、これだよ、これでぜひ
X でつぶやいてください。私も後で覗きに行きます。そう、明日私は TGC に出演させていただくんです。静岡に行きます。静岡の皆さん待っててください。サクと2人です。 TGC 楽しみだって、来てくれるの嬉しい。3期生忘年会の裏話あったら教えてよって。え、そうだ、乃木中でこの間放送された3期生忘年会、もう本当に普段からあんな感じだから、なんか撮れ高大丈夫かなとかみんなで喋ってたんだけど、見てくれたかな。乃木坂配信中にも上がってるんですけど、まあでも3期生忘年会全部で本当に多分 2,3 時間ぐらいカメラ回してくださってたから、未公開映像しかないと思う。私でもお願いしてみようかな。なんかその放送中にもあったさ、ランキング、そのメンバーのランキングとかさ、ワールドウルフでゲームしたりしたんだけど、それとかもっといろいろやってるから、ランキングの内容とかもね、なんか配信中で未公開で出せたらいいよね。何があったかな、なんか相談するとしたらとか、生まれ変わるならとか、そういうのもいっぱいあったと思う。で、私も何個かまだまだランクインしてたものとかあったから、ぜひ見てみてほしいです。でもその3期生忘年会のランキングでさ、2023年の MVP はで私が1位だったので、2位がさ3期生全員だったの。そんなことあるって感じじゃない、なんて温かいみんななのって思って。私もそのだいたいアンケートって絶対埋めるのよ、もちろんそれは何でもいいから埋めるようにしてんだけど、その2023年の MVP はだけはこう、そのなんかアンケートにさ、なんかアンケートに答えないとか本当にありえないと思うんですけど、それこれだけはなんか全員にさせてくださいとか言って書いてさ、私も全員って入れてたのよ。だからびっくりしちゃって、そう、なんて優しい世界なんだろうと思って、改めてすごくみんなのことを大事に思いましたね。そう、それで1位がさ私いただいてさ、でハズが泣いてくれててさ、でアヤも泣いててさ、実はで久保もなんか泣きそうな目でなんかいてくれててさ、すごく嬉しかった。私もすごくこらえたけどさ、なんかこう涙も抑えるようになっちゃったから、今は割と、まあ、ライブとか感情的になる時にはもちろんなんか泣く時もあるけど、すごく嬉しかった。本当にいいメンバー、そう、3期生みんなも今年蓮華が成人したので8年目で3期生全員成人だから、蓮華が20歳になったらみんなでお酒飲みに行きたいなって感じですね。懐かしい。そう、来週は5期生か、5期生の忘年会が工事中で配信されます。そんな感じ。この今流れてるプレイリストもその1月6日に発表されるってなって考えたんですけど、タイトルを追憶にしたのね、その記憶を思い出すっていう意味で、まあ、いろいろ私のこう過去のターニングポイントになったなっていう曲たちをバーンって並べた感じです。聞いてくれたかな、私応援してくれてる方は分かったりするのかな、この曲はああいう意味でだったなとか。1曲目がレイカさんのソロ曲から入ってるんですけど、私は今年、去年2023年キャプテンで真夏さんからバトンタッチ受けて、でもレイカさんの卒業コンサート、神宮でやった卒業コンサートもすごく自分にとってはこう思い出というか、まあ、当時からなんかグループ全体を見るようにっていう風にはこう言われてたので、だからそれも思うと、やっぱ麗華さんとあの時交わした言葉とかを思うとすごくこう印象に残ってる曲だしとかね、ハルジオンとかはその初めて先輩方と一緒に立ったステージ、フィフスバースデーで私がセンターでやらせていただいたりとか、急斜面とかは本当に私がもう急斜面はすごい思い出セブンスバスラでそのななみさんのポジション
白石さんと松村さんと歌わせていただいて、もうあの曲がすごくやっぱどれだけ大事かとかもすごい分かってたから、あの時はね一個メンタルがこう揺らいだ時だったから、でも今こうやって話してるのはすごく良かったなと思います。いろいろあったからこそ振り返れてるというか、そう、孤独な青空もそう、孤独な青空もセブンスの時にセンターやらせていただいて、なんでだったんだろう、本当なんでなんだろうって思うぐらい私にとってもすごく好きな曲だったし、でもやっぱりオリジナルメンバーさんがたくさんいる中でっていうのは結構ね背負うものがありましたね。そう、そんな感じ。今流れてる曲は僕たちのさよなら、この曲本当に大好き。真夏さんのラストシングル、シングルというかまあ配信シングルなんですけど、本当に好きな曲。この曲歌ってるその真夏さんの卒婚の私とか本当にやばいと思う、ボロッボロ多分。もう見れなくて、映像見返すこともちろんできたけど今でも 見れてないから発売したら見ようかなと思います。その時のこともね書いてあると思うんだ、なんて喋ったんだろう。なんかやっぱ連載とかってリアルタイムで話せるから、今思い返して話すとは全然違うから、あこうやって思ってたんだとか、やっぱ今思い返して話すとちょっと冷静になれちゃうから、ある程度感情的で話せてる時の方が言葉はリアルなのかなと思って、そう、2023年の3月号のところで真夏さんの卒業発表のこととか書いてあります。懐かしい、読んでみてね、いろいろ詰まってます、懐かしいね。じゃあちょっと改めてもうエンディングに向かっていくということで告知させていただきますが、こちら美しくありたい本日発売になりました。なんかしんみり話したね、たくさん。でも本当にそれぐらいなんか私こう外に出て話す時って割と明るくテンションのギア何個も上げて喋るようにしてるんですね。もちろんキャプテンとして私の発した第一声がその場のテンション感が決まると思ってるから、ギアを上げて話さなきゃって思ってるから、これがすごくリアルだなと思います。今喋った感じのテンション感がなんかこの本のリアルにもつながってると思います。で本日このショールームの配信特典としてこのポストカードがついてきます。こちら裏には私が書いた、ハンコ、こちらサプライズですね。こちらのショールームさんにて買ってくださった方にはこちらのハンコを押してお届けしますので、皆様ぜひ買ってみてください。ショップルーム、ショッピングカート あのボタンから購入できますので、本日の23時まで、23時超えたらこのポストカードはもうゲットできなくなってしまいますので、皆様ぜひよろしくお願いします。こちらはね写真も結構中たくさん載ってます、ぜひねお願いします。じゃあスクショタイムしようかな。この大きいさ、大きい私の本と、じゃん、どうぞスクショ、じゃん、できたかしら。半目は上げないでください表紙のポーズして、だって表紙こんな感じか、こんな感じで表紙撮ってます。オッケー。なんか全然違う人みたいとか言ってこれなんか大人っぽくね映ってるからそうかもしれない。まだまだもうすぐ配信終わってしまいますが、このハッシュタグ美しくリアタイで今日の配信の感想とか、まあ、書籍の感想でもいいですし、つぶやいてくれたら私この後覗きに行っちゃいますのでお願いします。こちら、こちらのポストカード、じゃあ最後にもう1枚ぐらい押しとこっかな、ハンコ押してみようかな、えい。これすごいよね、このために作ってくださったの、すごくない？綺麗につく
じゃん。このね、ハンコがついてきます。実際に普通にこの本を買っていただいた方にもポストカードついてくるんですけど、その裏にもメッセージがね別で入ってるんですけど、このハンコはこのショールームさん限定です。はい、よろしくお願いします。皆さん、もう私が乃木坂人生で本出すことになるとは思わなかったから、まあ最初で最後かもしれないって思って、私は全部をこう込めて作ったので、ぜひたくさんの方に届いたらいいなと思います。まあ私も本当に見返していくことになるだろうなって思う。だからぜひ感想もたくさん聞いて教えてください。はい、そしてまた皆さんに会えるの楽しみにしてます。2024年明けてこんなになんか自分にとって大切な本を発売することができて嬉しく思います。皆さんぜひよろしくお願いします。それではまた、次はいつ会うんでしょうか。いつ会うかわからないし、実際に会えるかもしれないしわからないですけど、今年も1年キャプテンとしても個人としても活動の幅を広げていきたいなと思いますし、しっかりグループもみんなが楽しんでもらえるような、こうワクワクするようなことを一緒になんか共有できたらいいなと思いますので、ぜひ皆様引き続き乃木坂46をよろしくお願いします。まだまだポンコツキャプテンですが頑張りますでは皆さんありがとうございました。ゆっくりお休みください。バイバイ。おやすみ。美しくリアタイね。バイバイ。ありがとうございました。